ってきました。本日はポプラのロースカツ弁当だったかな、ロースカツだったかな、はい、そういった感じの弁当を買ってきました。うん、ロースとんかつ弁当ですね。よいしょ、大盛りです。ご飯は大盛り、今日は大盛りにしました。いきますよ。美味しそう。はい、でやっととんかつが、ご飯も今日はまあ大盛りで、特盛りにはしませんでした。はい、しょしょ、じゃあおソースをかけまして、唐揚げ弁当にしようかシューマイにしようか迷ったんですけど、あ、からしもついてますね。まあ、僕はあんまりからしとかはつけないんで、からしは使いません。ちょっと喉を潤してから。ここは今ね、三原です。三原のあたりにいます。三原の本郷かな、ここは2号線沿いのローソンです。はい、じゃあいただきます。ロースカツ、ローストンカツ弁当、真ん中、ああ迷い橋しちゃいかん。はい、めっちゃ喉が鳴った今。うん、これソースがちょっと酸っぱいね。うん、酸っぱい系のソースじゃん。やっぱね、ポプ弁はご飯がうまい。あったかくて、うん、炊きたてというか、ほんと美味しいご飯が、うん。うん、うまいね。何時だ今。うん、時間がわからんね。スマホがどっか行った。あった。今時刻が、ああ、11時22分ですね。うん。ああ、なんか少ないな。もう終わってしまう。1、2、3、4、5、6切れか。ちょっと、味わって食べよう。僕はだいたいソースって言ったら、あのおたふくソース、お好み焼きなんかにもかける、あれで食べることが多いんで、このとんかつ、このお弁当についてるこのソースはちょっと酸味が効いとってね、またいいですね。うん、うまい。うん、あの、これ、わかるかな？ご飯のこの厚みをね、この盛り具合の。これがいいっすよね、ポプ弁は。うん。あ、パスタももう、一塊になってる。
今なんで蒸せたかって言ったらね、あのこのナポリタンのケチャップの味が、ケチャップがすごく気管に入りそうになった今いっぺんに吸ったんでね危なかった。あ、残るはあと2切れ。ほんとご飯が美味しい。うん、ラスト、うまい。ああ、美味しかった。はい、今日はポプラのロースとんかつ弁当ご飯大盛りをいただきました。非常に満足です。ごちそうさまでした。美味しかった。